俺はこんなの信じねえぞ。魔女も魔法もあるもんか。こんなめちゃくちゃバトル俺は認めねえぞ。クソったれ、俺は何を信じりゃいいんだ。あなたらしいとても短気なもてなしですね。さすがお師匠様、この程度じゃバカバカしくてまぶたを開く気にもならないらしい。島ごとぶっ壊す気でなきゃ無理らしいぜ。さあさあおいでなさい、双剣の戦闘。負ければ変わってるとか思うなよ。双子島の弾幕密度じゃあんた虫ピンの昆虫標本どころかめった刺しの針刺し人形だぜ。それであなたの手番は終了です。遺言かよ、ぶっ放せ。おいでなさい、墜落せし塔よ。一なる言語をはぜ、その罪を知らしめよ。私の手番は終わりませんよ。さあさあおいでなさい、イヴァルディの息子たち。我にふさわしき槍を与えたまえ。無用の双子党ですね。自ら左右の退路を断つとは愚かし、一本の槍をもお前は防げない。
んなところでグングニルが弾けるとは。やっぱりお師匠様はすげえなー。はぜろ役立たずの塔、いでよ巨人兵の戦列よ。その盾と胸で神なる槍を防ぎきれ。神聖への敬いを忘れた魔女の哀れなことです。神の槍を巨人ごときで防げるとお思いですか。道理ですね。人間の金属でいくら武装しようとも神の槍は防げません。マダムの見事なエポレットメイトです。そんな、ベアトリーチェ様。もちろん忘れませんとも、お師匠様。さあさあおいでなさい、ヘファイストスと弟子たち。我にふさわしき盾を与えたまえ。槍が避けたんです。絶対の槍と絶対の盾は争ってはいけないのが神の木の大きく、それはつまり防いだのと同じことです。このような荒ごとばかり腕を上げました。むしろお師匠様はこういうお遊びが相変わらず苦手だよ。わらわからのお返しだ。王天に乗って槍には槍でお返ししましょうぞ。
これでお勇気の時間はおしまいですよ、ベアトリッチ。あらわ、宿命を許しただと。兄弟たち、我ら巨人を砕きし天の鉄槌を与えたまえ。巨人兵ども、我らを守れ。何をしているか、ノロマども。バックランクメイト、安らかに眠りなさい。しょベアトリーチ。
トリーチェ様。うん、さすが恐ろしいお方です。これで決着です、ベアトリーチェ。無限の魔女の称号と力、そしてベアトリーチェの名を今こそ返してもらいましょう。無限の魔女を語るにはお前は未熟が過ぎます。やめて、許しておくれよ、お嬢様。ちょっとふざけただけじゃねえかよ。あなたから我が名を奪います。元の姿に戻してあげましょう。過ぎたる力を手放し、己にふさわしい生を全うするがよいでしょう。さあさあ、思い出してごらんなさい。あなたがどんな姿をしていたのか。さあ目を閉じてごらんなさい。思い出してごらんなさい。あなたがどんな姿をしていたのか。さあベアトリーチ、あなたも私と一緒に復讐なさい。一緒にお歌を歌いましょう。そうすればすぐに終わりますわ。あなたの苦痛が少しでも早く終わります。くらいぶりかな。さあ一緒に、さあさあ思い出してごらんなさい。あなたがどんな姿をしていたのか。さあさあ思い出してごらんなさい。あなたがどんな姿をしていたのか。